あれから3年、なんてことない日々の生活の中に戻った私に、新たなひと夏の日々が訪れようとしていた。ライザに出会う夏が再びやってくる。故郷の島を飛び出して都に降り立ったライザは、ある不思議な頼み事をきっかけに、太古の遺跡に隠された謎に迫る大冒険へと繰り出す。錬金術師のライザは調合で様々なアイテムを作成できる。まずは素材集め。よじ登ったり飛び越えたり水の中を泳ぐなど、新たなアクションが満載。時には魔物に乗ることも。調合パートは使いやすく進化。出来上がったアイテム同士を組み合わせて新しいアイテムを作り出す新システムも登場。行く手を阻む魔物とのバトル、錬金術で生み出したアイテムや強力なスキルを駆使して勝利へ導け。ライザのアトリエ2、失われた伝承と秘密の妖精はこの冬発売。